神奈川県人権啓発センターです。破壊映画版2022年、見てきましたよ。横浜で今日7月8日の11時から上映のやつをもう一番最初の見てまいりました。じゃあこれからね、いきなりねネタバレというか映画のオチいっちゃうので、知りたくない人は1分ほど耳塞いでください。言いますよ。制作統括組坂茂之、エグゼクティブプロデューサー西島藤彦ということで、さっきのオチですよ。はい、もう耳塞いでなくても大丈夫です。さっきのはオチです。もうこのね、最後のね、そのスタッフロールが出るでしょ。そこでもう最初の方にね、その2つが出てきたのがね、もうちょっとね、映画館でね、まあ本当はね、泣ける映画なんで、もう皆さんね、ちょっとすすり泣く声が聞こえてるところで、笑うのは忍びたかったので、ちょっと笑わなかったんだけども、とにかくね、もうそれが映画のオチですよ。もうそこがこの映画の見どころで、まあ、あとはねネタバレって言っても、まあ、そもそもこれ、まあ、古典文学なんでね、もう内容とかもう、まあ、分かってる人は分かってるし、まあ、普通にね青空文庫とかでも読めるんで、まあ、今更ネタバレも何もないわけです。大体まあ映画の内容っていうのはね、大体まあそれに沿ってるっていう感じですね。多少脚色なんかもあるんですけどね。でね、この作品見た感想なんだけども、これ多分ね1970年頃とかその頃にやってたら、多分ね解放同盟の一部過激な人が押しかけてスクリーン切り裂かれたりとかねしたかもしれないですね。もうまさにそのザ・牛松根性というのを映画化したような感じで、やっぱこういうのね、多分ねもう今だから上映できる。でなおかつそのエグゼブクティブプロデューサーが西島藤彦で、制作統括組坂茂之だからできるっていうところですね。僕多分同じ内容でね、その2人が入ってなくて、例えば僕は作ったりしたら、まあ僕映画なんか作れないけど、もしあの2人が入ってなかったら多分ね解放同盟がいちゃもんつけてたと思う。まあそういう感じの内容だから、エグゼクティブプロデューサー生活統括って要は用心棒ですよね、解放同盟のね。まあ今西島さんに変わったのか、もう現委員長と一つ前の委員長ということで、もう鉄壁ですね。これならもうね、映画上映してもテロされることはないと。これいくら支払われるんでしょうね、解放同盟に。というような内容でした。それで、まあ、強制でいただきたいのは、これあくまでね、フィクションなんですよね。解放同盟なんかもね、なんかその、牛松のようにね、いまだにその出身地で出自で差別される、この故郷を離れてもこのね戸籍なんか調べられて部落民と暴かれてしまう現実があるとか言うけども、それ完全にフィクションですからね。あくまでその破壊っていうのは、その島崎藤村がね長野県の小諸に来て、まあそこでねいろいろインスピレーションを得て、それで創作したものなんで、あくまであれは創作物なんでフィクションなんで、そこは誤解しないといけない。しかもまあ明治時代の話ですからね、舞台は。それでね、ただやっぱそれを真に受けるとかね、感化されてしまう人がいると思うんですよね。だからそういう人はですね鳥取ルーパーけしからんと、もうこんなね部落出身を暴かれたらね、この学校から追い出されたりするのに、そのね長野県のもう小諸の部落の名字は高橋だとか、そんなことを言ってるね、小諸の部落は小諸のカマスの中でも荒堀でね、カマス全体が部落じゃないですよ、荒堀が部落で、そこで高橋の名前がいっぱいあるところ、もうそこが部落だとか、そういうことを僕はまあ言ってるから、もうそういう鳥取ルーパーけしからん、宮部けしからんというふうに、まあ、あの映画を感化した人は思ってしまうかもしれないけども、まあ、でもちょっと落ち着いて考えてみてくださいね。落ち着いて考えてみてください、まあ、あれはあくまでフィクションだっていうことと、まあでも今はね盛大にその、まあ、長野県じゃもう高橋さんっていうのは部落に多いんですよ。長野県の東部のあたりがね、映画の中でも上田の東って言ってるけど、まああのあたりなんです。あのあたりって言ったら大体高橋って言ったら部落なんですよね。でそんだけもう大っぴらになってるっていうか、まあ分かる人は分かるような状態になってるわけで、そういうことでその隠すも何もないんじゃないかっていうところがあるんですね。あとね、まあ、あの映画やっぱりその、まあ、フィクションだから虚実を織り交ぜてあるわけです。で例えば学校でね、そのあいつは下手だとかそういうことが分かったら、じゃあ学校追放されるかっ
ていうことなんですよね。その下手だと分かったら、もうそんなの校長に知られたら学校追放されてしまうっていうふうにね、牛松が言ってるんだけども、僕はそれはなかったと思う。それはまあありえないというか、明治時代のね、明治時代の大日本帝国憲法ってね、実は今のあのね、今のね、日本国憲法に書かれてないようなことが書かれてるんですよ。大日本帝国憲法の19条でね、公職に取り立てる場合は差別しちゃいけないっていう趣旨のことが書いてあるんです。これ今の日本国憲法にはそういうこと明文化されてないんですよ。でも明治憲法にはね、そういうことが書いてあったんで、一応ね、学校の教師っていうのはね、尋常小学校の教師って公職なんで、そういう人を下手だから追放するっていうのは完全にアウトですからね、当時の法律でも。裁判やったら牛松さん勝ちますからね、これ。だから、そういうことはまず当時はありえない。ただね、そこは虚実あるところで、じゃあ、学校の教師が得たと分かったら、まあ、得たというか、その部落、得たの子孫だっていうことが分かったら、じゃあ、そしたら、保護者からね、こう罵声を浴びせられて、追い出されるようなことがあったかっていうと、ここはね、ちょっと研究の余地があるんだと、あると思うんですよね。僕は聞いてるのはですね、長野県のことは僕はよく知らないんですよ、実は。僕はまあ、信州大学でね、4年間長野県に行ったんだけども、もう地元というか、まあ、長野にいた時は、部落の部の字も、どこは部落かっていう話も全然聞かなかったんです。まあ、大学に部落解放研究会あったんですよね。まあ、そこはもうセクト系で、解放同盟からも相手にされなかったようなところなんだけどね。まあ、あと民政が強かったんで、もう解放同盟といや、暴力利権集団なんて言われてたようなところなんで、まあ、大学いる時代に長野県の部落なんかと関わることはなかったんで、その辺はよく事情知らないんだけども、鳥取県に関してはね、まあピンポイントで言うとね、僕の地元で上味野っていうところあるんです。そこは一般地区ですよ。そこの保護者がね、その地元の尋常小学校の教師がその部落主任だからって言って、みんなで一斉に学校を休ませて追い出したっていうね、そういう話が昔あったっていうことを僕聞いたことがあるんです。それ学校の先生から聞いたことあるんですよ。そういうことがあったって言って。もう僕はね、このチャンネルガチなんで、もう名前言っちゃうけど。でも、気をつけてほしいのは、この件に関して僕調べたんだけども、はっきりとね、その文献っていうのは出てこないんですよね。でね、ここはなかなか難しいところで、まあ、はっきりして真偽がわからないんですよね、その辺に関しては。で、真偽がわからない理由っていうのは2つあって、一つはですね、やっぱり黒歴史じゃないですか、そんなの、地元にとっては、そんな部落のね、教師がいたから、地元で同盟休校やって追い出したなんて、そんな話、絶対ね、後世にね、語り継ぎたくないでしょ、こんな話。だから絶対地元で言ってもそんなんね、完全にタブーになってるから、だからもう記録としてはもう文章化されてない。仮に文章化されたものがあったとしても、まあ、こっそり廃棄されたりしてるんじゃないかなっていうところなんですよね。で、あともう一つの理由としては、でもね、僕さすがにね、部落出身だからっていう理由だけで同盟休校までして追い出したかっていうと、そこはね、かなりオーバーに語り継がれてる可能性がある。まあ、さっき言ったように、やっぱり明治時代でも、さすがにアウトなんですよ、それは。一応、憲法でね、決まってるんで、そんな公職にいる人をね、そういうことで差別しちゃいけないってのは決まってるんで、明治時代でもさすがにアウトなんで、そんなことをやったのかっていうところがあるんです。だから、高松差別裁判なんかも例もあるんだけども、やっぱ、話としては、まあ単純にその部落出身だからっていう話じゃないんですよね。やっぱり何かしらそこが悪いとか何か問題があってそこで追い出されたっていうんだけども、まあそこでたまたまその関係した人が部落出身だったんで、そういう得ただとかそういう話が出てきたっていう可能性もあるんで、まあ結局真偽のところはわからないです。だから長野県の人でね、詳しい人がいればね、牛松の破壊の話、どこまで現実にあり得たと思いますかっていうのをね、詳しい方は、ね、ぜひね、コメントいただけるとありがたいと思います。まあ少なくともね、まああれは明治時代の話だし、じゃあ現在の長野県に当てはまるかって言ったら、まあ当然ね、長野県のじゃあ部落出身だから学校から追い出されるかって言ったら、そういうことないしね、まあ長野県でもそんなにね、地元の人が意識してるかって言ったら、まあね、まあ知ってる人は知ってますよ。意識してる人は意識してると思うんだけども、ああいうね、破壊のような実態があるかって言ったらそういうこともないんですよね。
まあ、なおかつその破壊っていうのも相当オーバーに書かれてると思います。やっぱ長野県だとまあ繰り返しになるんだけども、長野県のあの上田の東のあたりで高橋って言ったら部落って、しかもそれもまあ相当数人口あるんで、まあ分かる人にはもう分かっちゃうことなんで、それでこそこそ隠してどうなこうだのって、じゃあそれが分かったからいきなり追い出すような話になるかって言ったら、僕はちょっとそれはね考えづらいんじゃないかというふうに思いますよね。あの部落探訪でカマスも探訪してるんで、実際見ていただけると分かるんですね。まあ今となってはね、その牛松のまあ話どころかね、その破壊の話でその部落を隠すどころか、地元にそのなんかカマスなんてお城まであるからね、あれお城まであるし、以前小学校っていう、まあ、小学校の跡地があって、そこにもう八千年、そこは部落だって分かることが書いてあるんですよね。だから別に部落だっていうことを全然隠してない状態でね、もう現地行きゃ分かるみたいな状態になってるんですよね。だけどそこで僕はそのことをね、部落探訪したら、僕はそれ部落探訪したら、あのカマスと佐久の市長が、まあ、法務局に鳥取流部けしからんって言って削除要請してるんですよ。今もう大騒ぎになってるんですよね、長野で。だからもう牛松の時代とは全然違いますね。全然違います。その役所の方が、その牛松は親父さんからその部落出身を隠せって言われた、そういう話なんだけども、あの実際その部落というものを研究してね、そうやって探訪したら、その役所からね、役所から隠せって言われるっていうのは今の時代なんですよ。おかしいでしょ本当に。だから正解は、まあそんなことは気にしないとね、そんなことはいちいち騒がないっていうことが正解なんだけども、結局ね、その牛松の時代ね、まあどこまでは言うことがあったかってわからないけど、まあ仮にそういうことがあったとしてですよ、じゃあ今の時代には全く当てはまらないんだけど、今は今でね、やっぱりね、人間は愚かなものなんですよ。まあ今の方が僕アホかもしれないですよね。そのやっぱりその市長が出てきてどうこうってどうなんだとね、今の時代にね、もう令和ですよ、2022年ですよね。まあそういうことで、まあ映画見た感想はそういう感じです。まあでもね、映画として出来がいいか面白いかって言ったら、まあちょっとね退屈な映画だと思います。ただそのまあ女の人でね、間宮祥太郎イケメンだから好きとか、そういう人がいたら、それは見るのはいいと思いますよ。本当牛松イケメンなんで、そういうのが好きな人見るっていうのはいいんじゃないかなっていうのは思ったんだけども、まあ僕としてはそんな面白い映画っていうか、まあまあね、その古典文学の、まあそのまんまのストーリーのプロットなんで、まあでもその古典のね、破壊が好きで、まあ、その世界観というものを映像化したものを楽しんでみたいっていう人はまあ見たらいいと思うけども、まあでも原作を知らなくて特に思い入れもないっていう人で、あの映画を見て面白いかって言ったら、まあなかなかそれはないんじゃないかなっていう感じがしてます。ということでね、破壊2022年版見てまいりました。